はい、今回はですね、ザマンについてお話ししていこうかなと思います。まず基本データからですね、身長290センチ、体重320キロ、9999万パワーですね。天上界出身、まあ神様でしたからね、もともと超人総選挙2019では第23位ということでした。今言ったように元超人の神であり、またですね、超人閻魔の名で恐れられた、パーフェクト超人の創始者でもあります。まあオリジンの称号としてはパーフェクトゼロですね。はい。で、名前の由来なんですが、パーフェクト超人の頂点に立つ者としてふさわしい名前を模索する中、男の中の男という意味合いで名付けたと、まあ、ゆで卵先生は語っていたらしいですね。はい。で、性格なんですが、これは学研の図鑑からですね、元にですね説明させてもらうと、慈悲深く面倒見のいい性格ということですね。で、また厳格な完璧主義者であるが、それが融通の利かなさにもつながっているということです。はい。で、実力戦闘スタイルなんですが、まあ、これもね学研の図鑑からですね、木をてらうことのない正統ファイトスタイルながら、その一撃一撃は強力無比、狭隙攻撃に否定的だが、自ら竹刀を使うことも、そうでしたね地味に竹刀使ってたんですよね。はい。あとですね、まあゼロの悲劇という技でね、長寿を人間化させるっていう、ある意味えげつない能力を持っていますね。必殺技としては、幹部兜砕きや、パーフェクトゼロ奥義、先兵殲滅落としっていうんですかね、はい、などがあります。まあ現時点では最強クラスですよね。悪魔将軍以外は、まあ、今出ている登場している超人の中では悪魔将軍以外勝つのは困難かなと。スグルも頑張ればいけそうかなってのはあるんですけどね。はい。あとやっぱそのザマンってさっきも言ったように、もともとはですね慈悲深いすごく良い性格をしてらっしゃったんですけども、途中からちょっとね変貌してしまうんですよね。これについてまた別途ちょっとね動画を上げていこうかなと思います。はい。まあ悪巧みをしてたわけじゃなくて、まあザマンにはザマンの理由があってね、ああなってしまったんですよね。はい。次にですね、ちょっとまだコミックスの方では掲載されてない部分なんで、ちょっとネタバレ度が強いんですが、フェニックスがですね、ザマンはお前たちの味方みたいなことを、アリステラに対して言ってるんですよね。これがどういう意味かってことですよね。今の時点では何とも言えないんですが、少なくともザマンはオメガの民を救いたいと思ってるのかもしれないですね。うん。で、一方でですね、その邪悪神の導きで戦っている運命の王子たちは、六相閣を殺してでも目的達成、その六相閣が企んでいる目的を達成をね阻もうとしてるんですよね。だからそのサタンの計画を阻止するっていう点では、邪悪神もザマンも同じことを思ってるのかもしれないんですが、六相閣、もしくは、オメガの民の処遇に関してはちょっと考え方が違うのかもしれませんね。それこそ、邪悪神は六相閣オメガの民とかどうでもいいわと思ってる可能性が非常に高い。てかもう神が超人の神神々はそう思ってるかもしれないですね。そこなんとも言えないですけどね。はい。で、それに対してザマン自身は理由はちょっとなんともわからないんですが、六相閣オメガの民もできることなら救いたいなと思っているかもしれないです。うん。だから例えばですね、まあ、単純にザマン自身が悪魔将軍の戦いの後、いろいろとね超人に対するね考え方を改めたため、オメガの民についても、まあ、なんとかしてやりたいと思うようになったかもしれないですし、一方でですね、その、そもそもオメガの民が地球から追放されるに至った真実っていうのが、アリステラたちと考えるものとはだいぶ違う可能性があるんですよね。一つの可能性としては、実はザマンがアリステラたちの祖先をオメガの星まで逃がしたっていう過去があるかもしれないんで、そこはなんとも言えない、もうこの辺は根拠全くないんですが、そういったものがあるかもしれないんで、その点についてはちょっと今後ね、すごくね気にしながらね読んでいきたいですね。
で、次にですね、今後の予想をね、ちょっとしていこうかと思うんですが、なんとも言えんところがありますね。まずですね、その、対戦をするならね、相手誰なのかってことですね。そもそも対戦するかどうかもわからないんですが、もし対戦するのであれば、ひょっとしたらザマンでさえも倒されてしまうかもしれないと思わせるような、強敵と戦うんじゃないかなとは思います。そうじゃないとやっぱ見ていてもね、なかなかそのね、ドキドキする展開は起こりにくいと思うんで、例えばですね、元神クラスの、何者か誰かは分からないんですけどね、少なくともっていうか、まあ超人強度が9999万パワー以上は持っている何者かと、戦う可能性はあるんじゃないかなとは思います。あとですね、まあ、復活して闇落ちしたもともと闇落ちしてる感じはあるんですけど、ネプチューンキングですね。これちょっとね、自分少しね、楽しみにしたいんですよね、ネプチューンキングね。うん。だからまあ、ザマン今度戦うときは、おそらくではあるんですが、まあ、武道の姿ではなく、ザマンの姿で戦うと思うんで、それに対してその武道の姿をしたネプチューンキングと戦うっていうのもなかなか新鮮な味があるんじゃないかなとは思いますね。そこで何らか汚い手を使ってね、ネプチューンキングが勝つっていう展開が出てくればね、ネプチューンキングへのね、ヘイトがね、さらに高まってね、面白い展開になるかもしれないですね。はい。で、あともう一つですね、サタンに憑依されてしまったアリステラとかですね。はい。なので、まあ、その際にはですね、なんとかその命と引き換えにサタンの憑依をね、解いてくれそうな感じはあるんですけどね。まあ、アリステラ自体がね、そのサタンの依り代の候補の一人なのかなとは思うんでね、この展開もまあひょっとしたらあり得るんじゃないかなとは思います。はい。で、まあ結果としてはね、試合にはね、勝つかなとは思うんですが、最終的にはなんか汚い手とか使ってね、やられそうな雰囲気もあるんですよね。はい。例えば誰かをね、その、かばうためにね、アリステラや、さっき言ったようにアリステラやパイレートマンなどを、かばう時にやられてしまうとか、まあカピラリア7光線、7光線が照射されるっていう展開もあり得るかもしれないんですけどね。あとは、その、サイコマンの研究所のね、何かお宝を奪取されて、それによってね、得た何かの犠牲第1号になるかもしれないですね。そこのとこも何とも言えないんですが、ひょっとしたらマグネットパワーを使ったね、そのとんでもない兵器とかを作り出すかもしれないんで、そこは何とも言えないんですが、まあなんていうのか、まともにやってはなかなか勝てないですからね、やっぱザマンってそういった展開も大いにあるかなとは思います。で、あとですね、ちょっと気になるのが、要はですね、ネメシスがそのパーフェクト超人が誕生するまでのね、説明をしてくれてる場面がね、ロビン戦ですかね、あったんですよね。その時に神々がね、描かれてるんですが、その時ですね、結構個人的に読んでて存在感があるなってやつが一人いたんですよね。他は結構おじいちゃんとかね、普通の人間の形をした超人なんですが、なんかフードみたいなやつをね、フードみたいなのを被ってる神がいて、ちょっと他のやつと違うなってやつがいたんですよ。で、ひょっとしてこいつが後のサタンかなとも思ったりもしたんですけど、まあ特に考えもなしに書かれてた可能性もね、あるんですが、例えばですね、そのユタモク先生がちょっと見返してる時に、これまでのストーリー見返して、あ、この神様って結構存在感あるな、なんか使えるかもしれんなみたいな感じで再登場させてくる可能性っていうのはね、大いにあるかなと思うんでね、ちょっとこれ気になるんです。もしそのこのね、神様がですね、その敵に回った場合、まあサタンかもしれないんですけど、自分は勝手に思ってるだけですよ、根拠ないです。まあサタンでなくとも敵に回った場合っていうのは、おそらくこれ神様でもリーダー的な立場であると思われるので、ひょっとしたらですね、そのザマンでも倒されてしまう可能性があると思うんでね、その点ちょっとね、気になるとこではありますね。ということでね、また変貌の理由とか、そのザマンとオリジンたちの関係についてはまた別途動画を上げていこうかなと思います。ではこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。